回 -22 ユスブ 76mm 野砲の垂直左線式閉鎖機微線は、砲や銃の筒状の部分の末端を密閉する構造のことである。ひなわ銃では、銃身の後端にはめ込まれたボルト状の部品を指すが、護装式の大砲の場合には、開け閉めが可能な機械装置となっており、閉鎖機と呼ばれている。古来の単純な銃器では、銃身に先から火薬と弾を詰め、 そこの火薬部分に通じる小さな穴を通じて外部から塔内の火薬を起爆させ火薬の前に装填された弾丸を燃焼ガスの膨張力で弾き飛ばす先めと呼ばれる構造であったその燃焼ガスが銃の後方から外部へ逃げないようにするには物理的に塞いでおく必要があるがこれを重心内に切ったメスネジに合うように作られたオスネジによって密閉したこれが 汚染である。先込め式の銃は必ず後端に汚染がはめ込まれていた。日本の日縄銃の汚染は重心の内部から火薬の燃焼カスや熱や摩擦で溶けて付着した弾丸の残りカスを取り除くための掃除の際にネジを緩めて取り外すことが可能である。連続発射した銃器の内部に付着したこれらの残りカスをそのままにしておくと 弾丸が発射されずに重心が詰まり、破裂する恐れもあるため、この汚染が外せるのは重要な仕組みであった。日本に、ひなわ銃が伝来した当時、種ヶ島時高に銃の国産化を命じられた刀鍛冶の焼いた金衛は、ネジという概念を知らず、刀汚染を単節で作ろうとしたが、火薬の爆発で汚染が吹き飛んだり、熱によって重心が曲がったりする事故に見舞われた。後に、 汚染に、オスネジをヤスリで削り出し、このオスネジを入れた状態で、重心甲部を鍛造することでメスネジを切るという方法で解決したが、この時作られた汚染が、日本で最古のネジということになっている。また、金兵衛は、娘の若さと引き換えに、南蛮人から、汚染の秘密を教わったという伝承がある。現在の拳銃などでは、薬莢が、 重心後部を塞ぐ形となっているが、ライフリングの施された小銃では、ボルトアクションライフルの出現以降は、遊程が主流となっている。自動小銃では、手でレバー操作していた遊程を機械装置で動作させ、連続発射するまでになっている。大砲では、長らく方針と、そこは一体部品であったが、別部品として独立してからはおおむね似たような経緯で、変化しており、 現在のご奏法では、汚染の代わりに閉鎖器と呼ばれる機構が使われている。しかし、この閉鎖器もしばしば汚染と表現され、主に汚染を方針にねじ込む、螺旋式と直角方向にスライドさせる、鎖線式がある。ありがとうございます。